白井、調子はどう？絶好調だよ。稽古こそ大丈夫なの？もちろん絶好調。勝負の日にコンディションが整ってないのは相手に失礼だからね。お互い言い訳できないくらい調子は良さそうだね。調子良くなかったら降りるつもりだった？まさか。それでこそ。始まる前から火花散ってるね。やる気十分だね。はい、皆さん、まずは準備体操をしてください。よし。うわ、何それ、白い、タコみたい。やっぱりひなこちゃんはすごいな。何、柔軟は基本でしょ。ほほー、どうやら運動ができるっていうのは本当みたいだね。どうだ。どうしてユズが得意げなの？柔軟に集中してるひなちゃんの心を代弁したの。あなたたちも柔軟しなさい。すみません。よし、みんな上がったし、そろそろ勝負を始めようか。いつでもいいよ、私は準備万端だから。いよいよだね、私がドキドキしてきたよ。ルールを確認するよ。50メートルターンの時に5秒以上の差をつけた方が勝ち。オッケー。大丈夫だよ。あれ、50メートルの競泳じゃないんだ。うんうん、ちょっと特殊なルールかもね。僅差だとどっちが勝ったか分かりづらいからね。ということは同じくらいの実力だったら持久力勝負か。お昼休みなくなっちゃわない？それじゃあ始めるよ。審判は、決めてなかったね。西田、お願い。私タイム見てればいいの？ライムたちも手伝うよ。あれ、白井、飛び込み苦手？まあ、そんなとこ。そっか、ひなちゃん。これは、不利になっちゃうね。これで言い訳は成立しない。絶対に負けない。あたいこそ正々堂々いい勝負しようね。それじゃあ行くよ、スタート。ひなちゃん頑張れ。頑張れ。ひなこちゃん、審判は平等じゃないといけないんだよね。どっちも頑張れ。ケイ、本気だ。だったら私も本気で答えなきゃ。
縮まらない。水泳部ほどじゃないけど、やっぱりゲームは運動部だよね。勝負どころを見極めないと。ケイ、ここじゃ勝負したくなかった。ケイの心理を読むなら、持久戦を仕掛けてくるつもりかな。どうする？次で勝負に出る？されないので精一杯なのに、どうすればいいんだろう。持久戦に応じて勝機を伺う。なんで指輪が光った？ひなちゃん、来るよ。ひなちゃん。どうして顧問に？ひなちゃん！よかった。無事に合流できたね。ユズ、ライム、どうして？一体何が？まさか、ケイが暴走を？ううん、暴走してはいないみたいだよ。え、でもそれじゃあどうして？わからないけど、多分ひなちゃんが無意識に指輪の力を使っちゃったのか。もしくは、ケイちゃんの感情と共鳴したのか。つまり、放っておいても大丈夫ってこと？絶対に安全というわけじゃないけどね。でもせっかく来たんだし、ついでにフラグメント探してみない？安全な時に取るのが一番だと思うし。だけど勝負が。現実の時間は動いてないから大丈夫だよ。それともひなちゃん、すぐ勝負に戻りたい？うん、大丈夫。探しに行こうか。落ち着いて、気持ちを途切れさせないように。